皆さんこんこにちは今日はベラトール281で行われたえ渡辺かな選手とキーホルツ選手の試合の感想を喋っていきたいと思います。えっ、ー、と渡辺選手のえまあ今回復帰戦と言ってもいいんですかね約1年前にえ現在のチャンピオンのリズ・カムーシュ選手にえ1ラウンド KO 負け。 をして、まあ、それ以来の復帰戦だったんですけれど、まあ、この1ラウンド系を負けしたカムーシュ選手との試合で、まあ、渡辺選手のまあ課題というかね、うん、打撃での問題点が非常に浮き彫りになった試合だったんですよね。でこれに関しては、えっと、過去に僕動画を作ってるので、えー、まだそっちを見てない方は一旦そっちを見ていただいてその後僕の話を聞いていただくと、まあ、より話が 分かりやすすくなると思うんですけど、まあ、簡単に言うとここで浮き彫りになった課題っていうのが手をパンチを打たれる際に手を前に出す癖があるとっていう部分ですね相手のパンチをこうガードで止めるとか自分の顔の前に来たところでこう手でパリングっていうような動きで止めるとか、えー、まあそういうのではなくただ手を前にバッて出しちゃうという癖が渡辺選手はあるというのがまあ一つ、うん、課題だろうという 部分の話をしたんですよねでそれの課題がなぜ生まれてしまったかっていうとおそらく国内で自分よりリーチの劣る選手自分より小さい選手との対戦が多くて、えー、相手が前に出ようとした瞬間にパッて手を前に出せばある程度それが止めれてしまったっていうので、まあ、そのまま来ちゃったけどまあ、えー、世界に出ると渡辺選手はフライ級の中ではそこまでリーチが、えー、抜群にある方ではない。 まあ多分平均か平均よりちょっとあるかぐらいの選手で渡辺選手と同等もしくはそれ以上のリーチを持っている選手が非常に多いのでまあこの問題がかなり難しくなっているというような内容なんですけどで今回まあ対戦したキーホルツ選手と試合が決まった時に僕見て身長が。 ちょっと差があるんですよねあの渡辺選手の方が大きいんであまあこの相手だったら多分、うん、そんなバカスかパンチをもらうこともなく組んで投げてまあ普通に勝つんじゃないかなっていうようなイメージで試合を見たんですよね。で、えー、始まる直前に u n e x t で僕見てたんですけどこう両者のこう身体的特徴が出るわけですよ 年齢とと身長長リーチのさこう見てたら身長はは渡辺選手の方が高いんんでですすけどリーチは一緒なんですよねで相手の選手の方がこうちょっと手が長いと身長が低いんだけど手は長いってあこれちょっとまずいかもなってそこで気づいてっていうのはですね結構ね背が低くて手が長い選手っていうのは自分が思ってるパンチ多分届かないだろうなっていう距離にいても。 届くんですよね手が長いんで思ってたより伸びてくるっていう錯覚に陥りやすくてで渡辺選手がそれに対してこうしっかりと距離感とかがあのうまく設定できるタイプの選手であれば多少手が長くてもちゃんと、まあ、最初の何発か動き見てああちょっとこのぐらいの距離だなって自分の距離を見つける距離設定をちゃんと作れるんですけどこれちょっと危ないかもなと思って始まったら最初に23発いいのをもらって。 でまあこの時ももらっちゃった時にガーッとこう手を前に出す癖がやっぱり出ててでまあ後頭部首辺りを無理やり掴みにいってでその時もやっぱりもらっちゃうんですよね、まあ、顔のガードしないわけですから手を前に出すってことは。で、えー、もらいながらもやっぱり得意の柔道技でテイクダウンを奪って、まあ、そこで一回落ち着いて上を取って落ち着きたかったんですけど、まあ、下からちょっと腕十字仕掛けられて危なかった。 場面もあったんですけどまあなんとかしのいで、えー、上をまあキープしてで下から十字もう一回仕掛けられたところでうまく抜いてバックう取ってまあバックチョーク決めかけたところで1ラウンドは終了とまあなんかうんちょっと危なっかしいラウンドだったなという印象でで2ラウンドそう早々ちょっとこれは驚いたんですけど渡辺選手がすぐに組みついたんですけどこの組みつき方が。 いわゆる柔道的なな組じゃなかったんですよね相手のこう上半身に組んでいって投げるってい,いつもの,あの渡辺選手の組ではなくて、えー、まあタックルにいったんですよね相手の足にしがみつく、まあ、いわゆるレスリンング的なテイクダウンを取ってきたでここはちょっとこういう組みつき方をできるんだなと思って少しびっくりしたんですけど。 でこれに対して相手の選手はこうあのキーホルト選手がまあ立とうとして背中を向けたところに対してまあしっかりバックを取ったとでこの時のバックの取り方は非常にうまくてあの腰にこう抱きついてクラッチを組む、まあ、この間あの僕がアップしたあのミックス選手と堀口選手の動画を見ていただくと分かるんですけどいわゆるボディロックというような相手の腰にしっかりこうクラッチして組みついた状態から。 バックを取るっていう、まあ、割と最新の動きというか最近増えている動きですよね。柔術系の選手がテイクダウンに行って相手の選手が防いできたあるいは倒して立とうとしたところに腰にしがみつくボディロックを作ってバックを取るという非常に柔術的な動きでバックを取ってでまあ一回ね向こうのあのホ、ー、ル選手のちょっと反則があったんで一回スタンドに戻って。 でもう一回再開したんですけど同じようにタックルでこは片足タックルに行ってで、まあ、また同じようにバックを取ってしっかりバックから攻めてでキーホルス選手が振り向こうとしたところに、えー、うまく三角締めを決めて、まあ、そのまま試合を終わらせたという試合でこれ。 渡辺まあこの相手のキーホル選手っていうのはまあフライ級でランキング2位の選手でここに勝ったということは非常に大きい勝利でまあタイトルマッチもちょっとまあ見えてくるような可能性があってまあもう1試合ぐらい挟む可能性はも,もちろんあるんですけどかなりタイトルに近い位置につけられるすごく意味のある大きな意味のある勝利だったと思うんですから。 今回の試合で、まあ、こうどう評価すればいいかというかうんどうなんだろうと思った部分っていうと、まあ、先ほど僕お話ししたように手を前に出す癖とパンチに対するディフェンスっていう課題が、まあ、約1年前に浮き彫りになってで開始早々にいきなりパンチを3発ぐらいパンパンって当たっちゃってそれですぐ手を前に出しててやっぱここが。 ま正直改善してるとは言い難い対応だったんですよね。だからここはちょっとどうなんだろうなと思ったんですけど、ただまあ一つはちょっとその約1年ぶりの試合で、うんまこれは技術的な話というよりは精神的な話かもしれないんですけど、ちょっと試合にふわっと入っちゃったようにも見えたんですよね。あのー、しっかり慎重にもうちょっと慎重に試合に入るべきだった。 ようちょっとうん少し試合の入り方はどうだったんだろうなっていう、まあ、ちょっと硬くなってたのかなっていう気もしてで逆にそこでピンチをなんとかしのいだことで2ラウンドは非常に集中して入ってまあもうすぐにタックルに行くともうあんまり打撃の,あの交換とか、えー、まあ付き合わずにすぐにタックルにいくっていうふうん、風にある意味でいい意味で切り替えられたのかなという。 気もすするんですが、まあ、ちょっとやっぱりパンチのディフェンスに関してやっぱりどう,どうなんだ改善するトレーニングをすごくしたんだけどちょっとその試合の入り方を間違えてしまったがゆえに前の癖が出ちゃったのかそれともやっぱり改善してないのかこれはちょっとよく分からなくなってしまったんですよね。うんで基本的にははパンチは、まあ いわゆるパーリングっていう顔の前でこう止める手のひらで止めるような動きとか、まあ、手をこう頭をこう抱え込むような、うん、腕全体で守るいわゆるガードですよね、うんまあう。ライジンだと牛久選手とかあとまあ大木久保選手なんかも結構ガード対応しますね。うんで まあ、UFC だと、まあ、ピオトル・ヤン選手なんかも完全にガード型の選手ですかね。で結構こうパリングの方がどっちかっていうと MMA では主流なんですけど最近はちょっとこうガードを多用する選手も増えていて、まあ、この辺はどっちがいい悪いではないんですけど、まあ、アナログ選手はちょっとそのどっちが もしてるようには見えなかったので今回の試合に関して、まあ、前回もそうなんですけどただまあこれパンチ相手のパンチが打ってくる時に対してのディフェンス方法ってその今僕が言ったパリングっていう手を手のひらで止めるとかガードで受けるっていうこのガードで止めるだけではなくて、まあ、ステップで外すあのあのラ z ジ n だと浅倉海選手なんかはかなりステップでこう,うまくパンチを外すのが上手い選手。 なるんですけどあとは、まあえー、USC のマックス・ホロウェイ選手なんかはガードもしないしステップもあんまりあしないんですけどずんずん相手の懐に入っていって距離を近くしていって相手がパンチ打ったらもう基本的には頭を振ってよけるダッキングとかスウェーをまあ対応するっていうまあよける外す受けるっていう、まあ、3つあるわけですよね大きく分けて。 でこのどれかを主体にすするんですよね基本的にあのまあ近く相手と距離が近い距離で戦いたいみたいな人は結構そのガードを対応してもう頭固めてガード上げてパンチガードしてまあ打ち返すとかタックル入るとかでで逆に甲斐選手みたいにあんまり近い距離は得意じゃない。 できれば中間距離かちょっと遠距離ぐらいがいいみたいな選手だとステップで相手のパンチをかわしてまあもう一回自分がステップインしてパンチを当てるとかこう足を使った動きが得意だったりとかそういうふうに自分の特徴に合わせてまあどういうパンチのディフェンスをするのかまあいわゆるファーストチョイスですよね。パンンチチののディフフェスススに対するるァーストチョイををどの選手持ってるんですよねで渡辺選手が結局どれだったのかっていうのが。 ちょっと今回の試合では分からなかったのでそこがやっぱりんだどうなんだろうなというのはやっぱ気にはなりましたね。パンチに対するファーストチョイスがまあ1年前は正直わからないただ手を前に出してリーチを生かして手を前に出すだけになってしまっていて。でまあ 世界の女子フライ級の中ではそこまで破格のリーチうーん規格外のリーチを持ってるわけでもないのでその手をただ前に出すっていうディフェンス方法ではだけでは厳しいっていうのがまあ露呈していっていくで今回どうだったんだろうなっていうのが分からなかったっていう部分なんですが一個ちょっとまあ驚いたのはさっきお話もしましたけどタックルレスリングのタックルを入れていたと。 でこのタックルっていうのは、まあ、当然ですけど相手の足にしがみつくんで頭が低くなるんですよね頭を低くしてタックルに入るので、まあ、今まで渡辺選手組もうとするとどうしても相手の頭をつかみに行くとか、まあ、腕を抱えに行くとか脇を刺すっていう感じでこうまっすぐ突っ込んでいって顔面にパンチをもらっちゃうっていうケースが多かったんですけど。 タックルみたいに頭を低くして入るものに関しては確かにパンチはもらいにくくなるのでその辺を考慮して、まあ、レスリング的なタックルを入れてきたのかなっていうそこはあのちょっと驚きというかなるほどそういうパンチのディフェンスっていう部分に関しての配膳を、まあ、得意の柔道的な投げではなくレスリング的なテイクダウンに変えることによって。 解消していいくという、うん、そこはなるほどそういう解消の仕方があるのかっていう意味ではまあつくく感心させられましたしさらにその組んでからも非常にこう柔術的な動き、えー、さっきお話ししたようにバックを取りに行くでなおかつバックを取った状態から相手が振り向いてきたところに対して、えー、三角を決めるっていうのとかもかなり柔術的なテクニックなので。 まあこの1年間レスリング的な動きと充実術的な動きを強化してきたのかなっていうのはあのすごく感じましたし、うん、特にあの最後の三角の場面とあと、まあ、1回2ラウンドで1回目でイクダウンした後に同じような形からこう振り向かれちゃったんですけどそこであの足を絡めた形を作ったんですね足関節を取りに行くみたいな。まあ、うん外掛け っぽいような動きだったんですけどであれ多分足関節を取りに行くんじゃなくて足関節の形だけ作って、えー、上下を入れ替えるようなまあ柔術だとフィフティフィフティって言ったりもするんですけど、まあ、あと、まあ、ちょっと、うん、途中で形崩れちゃったんでもしかしたらまあ別の技だったのか、まあ、サドルロックって呼ばれるような技だったのかそこはちょっと。 うんまあ、分かる前に、まあ、あのキーホールツ選手の反則が入っちゃったんで分かりにくかったんですけど、まあ、あの辺の動きを見てもかなり柔術的な動きを入れてるなっていうのはすごく感じたので、まあ、柔術とレスリングをまあ渡辺選手のもともと持ってる柔道にプラスしていったっていう。で特にあのバックを取りに行く動きは本当に上手だったので相当多分練習してるんだろうなと思って。 で結構倒された選手がうつ伏せになって立とうとするっていう動きに対して柔道系の選手が多いのは、まあ、柔道の試合の抑え込みって相手をこう仰向けにして抑え込むと、まあ、1本が取れるもしくはポイントが入るわけですよね。でなので必死に相手はこう,うつ伏せになろうとするんですよね。でうつ伏せになったら待てがかかるみたいな。 まあ柔道の寝技の試合とか見ていただくとすごくわかると思うんですけどなのでうつ伏せになろうとする相手を仰向けにするっていう攻防がまあ柔道家の選手はまあ得意としてるというかまあそういう練習をいっぱいしてきてるのでまあ立ち上がろうとする選手をしっかり寝かすというかね上から押さえつけてしっかり背中をべったりマットにつけさせるっていうような動きにえー 行く選手が多いんですけど渡辺選手そこをすごくそのスムーズにというか相手がうつ伏せになりたいならあどうぞうつ伏せになってくださいその代わり後ろもらえますねっていう柔術的な動きを非常にスムーズにやっていて、まあ、レスリングと柔術と柔道を非常にうまく融合させてるなという印象があったんですけど、まあえー、冒頭でもお話しした通り、まあ、ちょっり打撃の課題に関しては。 果たたしてどうだったのかうーん今回の試合ではちょっと何とも言えないんですけどこの部分がもし改善されてるんであればやっぱり相当うーんベラトールの女子フライ級の中では上位に行ける実力があるなと改めて思いましたし世界トップクラスの選手を相手にもやっぱり組めば倒せるうーっていう柔道ベースのテイクダウン力がもともと持ってましたけど。 それに磨きをかけたというかさらにレスリング的なタックルとそして倒してからバックを取るという技術も身につけているのでこの組んで倒してポジションを取るということに関しては相当レベルが高いというかもともとレベルが高い選手ではありましたけどさらに磨きがかかったなとこれ結構対戦相手他の、うん、ランキング上位の選手たちからすると。 まあ結構うわこれめんどくさいなと思ったんじゃなないかなとただそれと同時にやっぱり打撃が弱点だなというのも多分思ったと思うので対戦相手の他の上位のランカーの選手たちは当然そこを狙ってくるでしょうしそれに対してどういう対応ができるのかっていうのが今後すごく楽しみだなと思いましたは あの数少ない日本人であの世界で戦える選手の一人だと思っているのでぜひねあのこれからも頑張って、うん、ベラトールの女子でベルトを巻いてほしいなと思っているので、まあ、今後も、えー、応援していきたいなと思いますね。はい、ということで、えー、今日はベラトール281の渡辺香菜選手とキーホルス選手の試合について喋ってみました。ではではは